サウダージにはこの楽器、メリッサにはあの楽器、そんな楽器を使って特別なライブの演奏をされました。どうもタッカーです。今日もよろしくお願いします。今回ダイキャスの DVD ディスク1枚目の感想という形でお送りさせていただきますので、ぜひともよろしくお願いします。今回5つの曲に絞らせていただきました。この5つの感想を1つずつお伝えしていきたいと思います。1曲目、ポストマンという曲があります。ポストマンっていう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、25枚目のシングルのギフトという曲のカップリング曲になっているものになっておりまして、10周年のライブでも歌われた曲になっていて、このライブで盛り上がるというよりかはこのセットリストの引き立て役になる曲なんじゃないかなと思って、結構明るい曲調だったりとか聴き心地がいい、染み込んでくるようなこの楽曲が他の楽曲をより引き立たせてくれるすごく重要な曲だなと思っていて、これを今回このダイキャスでも歌われたことはすごく嬉しかったんです。2曲目の紹介になります。メリッサです。大好きなんです、メリッサ。単純に今回このメリッサをお伝えしていくのですが、このメリッサ実は今回いつもと演出が違うんです。冒頭でもお伝えさせていただきましたが、あの楽器を使ってるんです。その楽器とはアコースティックギターですね。アコースティックギターを岡野明人さんと新藤春一さんお二人で使われて演奏する。普段のこのメリーさんって結構ロック調な感じも強いと思うんですけれど、このアコースティックギターで弾くことによってまたいつもと違う一面を見せてくれるのがすごく印象に残ってました。では3曲目の紹介になりますが、3曲目はですね、このオリジナルアルバムに含まれている楽曲からお伝えしていきたいと思います。3曲目はミステイロという曲になります。このオリジナルアルバムを聴いたことある方、好きな方ももちろん知ってると思います。このミステイロ、ラテンです。で、曲調もすごく好きなんですけど、オリジナルアルバムと一緒でこのラセンというこのイントロの曲があるんですけれど、この曲の後にこのミステイロが来てるっていうのがすごくそのオリジナルアルバムと同じような形でセットリストが組まれているので、すごくですね、ああいいな、なんか落ち着くなっていう感じになってました。このミステイロ聴いたことない方ぜひ聴いてみてください。おすすめです。そして4曲目、この4曲目もオリジナルアルバムから参ります。このアゲイン、このオリジナルアルバムの中で好きな曲私結構多いんですが、このアゲインかなり好きなんです。落ち着いた曲調で強弱がついている歌い方だったりメロディーだったり、そして心に染みてくるような歌詞がすごく魅力的で、このオリジナルアルバムでもたくさん聴いていたアゲインをこのライブで見れれることがすごく幸せでした。最後5曲目です。皆さん大好きサウダージです。このサウダージ実はこんな楽器を使って最初演奏されてました。ポルノグラフィティのライブでサポートミュージシャンが毎回来てくださるんですけれど、サポートミュージシャンの中でナオトさんっていうバイオリニストの方がいるんですが、このバイオリンのフレーズから入って歌い始める、曲が流れ始める、すごくですね、いつものサウダージとちょっと違う特別感があってすっごく素敵でした。まあ、こんな形で今日はダイキャスライブ DVD の1枚目ディスク1、その中から5曲私が良かったなって感じたことを皆さんにお伝えさせていただきました。ポルノグラフィティのライブ気になった方はぜひ DVD も購入していただけたらと思います。持ってるよって方はまた見ていただけたらなと思います。そしてこんな曲が私は好きなんだとか、あ、これ良かったよとか、そんなコメントもいただけますとすごく嬉しいですし、今後の励みにもなりますので、ぜひともよろしくお願いします。この動画が良かったなと思ったら高評価、グッドボタン、そしてこの推しのアーティストアランドポルノグラフィティがいいなと思ったらチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは失礼いたします。